ホーソン、またはホーソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロサンゼルス軍南西部の都市。2010年国勢調査で、の人口は84,293人で、2000年の84,112人により、増加した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.1平方マイルで、このうち陸地が99%以上を占める。市の北側では、 イングルート市と非法人地域のレノックスに接している。東側ではガーデナ市と非法人地域のアセンズに接している。南側ではローンデール市、レドンドビーチ市、非法人地域のアロンドラパークと接している。マンハッタンビーチ市とは南西端の一角でわずかに接しており、西側ではエルセグンド市と接している。非法人地域のデルエアは、放ーーンの西部の市境に沿って、 三方を放送音に囲まれている。週刊高速道路105号線は、市の北側の境界に沿って通っており、道路の中央部には、ライトレールのグリーンラインが走っている。週刊高速道路405号線は、市の西側の境界を通っている。市内を東西に走る主要な道路は、ローズクランズアベニュー、エルセグンドアベニュー、インペリアルハイウェイ等がある。南北に走る主要な道路は、 アビエーションブールバード、イングルートアベニュー、ホーソーオンブールバード、プレーリーアベニュー、クレンショーブールバード、バンネスアベニュー等がある。ロサンゼルス国際空港からは8キロメートルの距離にある。ホーソーオンはロサンゼルス盆地の多くの地域と同じように、年間を通して過ごしやすい地中海性気候で知られており、以下のような特徴がある。8月が最も平均気温が高い。 1961年に記録した摂氏44度が今までの最高気温記録である。1月が最も平均気温が低い。1963年に記録した摂氏9度が今までの最低気温記録である。2月が最も平均降水量が多い。放送音は欠片の気候区分では地中海性気候に分類される。年間を通じて日照に恵まれており、 平均して日照日は263日、計測可能な降水日は35日のみである。4月から11月は暑く乾燥し、日中の最高気温は77カシ98度、最低気温は44カシ60度となる。海の気温調節効果のため、ロサンゼルス内陸部よりも涼しく、摂氏32度に達することはたびたびあるが、摂氏38度に達することは稀である。 11月の終わりから3月にかけては、左のグラフに示されているように、多少雨が降る。ロサンゼルス地域の微気候に、典型的な現象の影響も受ける。内陸部と海岸部の温度差が、摂氏10度になることもあり、その温度勾配は1マイルあたり、下市1度を超える。カリフォルニア州では、晩春から初夏にかけて、ジューン・グルームあるいは、メーグレーと呼ばれる気象が起こり、 午前中に深い霧が出るが、午後には日差しが覗くのが通常である。年間平均降水量は15インチであり、冬から春にかけては、普通弱い雨が降るが、時折雷雨を伴った激しい雨が降ることもある。1966年11月6日には、竜巻が市内を襲ったという記録が初めて残された。 ラモナーベニューの132番ストリートの交差点から140番ストリートの交差点にかけての約800メートルでは竜巻によって深刻な被害が生じた。降雪は非常に稀だが盆地ではありえないことではない。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。市の包括的年間財務報告書によると、 市の歳入は1億2610万ドル、歳出は1億1320万ドル、総資産は2億2020万ドル、総債務額は1億5720万ドル、現金と投資額は2960万ドルとなっている。ロサンゼルス軍健康サービス局はイングルート市にカーティスタッカーヘルスセンターを運営しており、放送オン市民も利用できる。カリフォルニア議会上院では、 第35選挙区に属し、民主党のスティーブン・ブラッドフォードが選出されている。また会員では、第62選挙区に属し、民主党のオータム・バークが選出されている。連邦議会会員では、週第43選挙区に属し、マキシン・ウォーターズが選出されている。クック投票動向指数では、民主党プラス33である。アメリカ合衆国郵便公社の放送音郵便局が、 イングルートアベニュー12,700番地にある。他に、ロサンゼルス軍教育局は、サウスウェストデーを運営している。放送ーー数学科学アカデミーは、放送ーー学区と提携している、チャータースクールの高校である。放送オンプレストリビュームは、放送ーー市のコミュニティ新聞である。ノースロップ社で製造された、P-61。61 第二次世界大戦期の放送の市内で撮影された。放送には以下の企業がある。ノースロップ社は1939年に設立され、放送に本社を置いた。第二次世界大戦中には主要な航空機製作会社となり、他の航空機製作会社の下請けとしても重要な地位となった。ジャックノースロップは全翼機を発展させ、ついには B-2 を開発した。ノースロップは、ノースロップフィールド南部の施設で、P-61 の製造もいった。この施設は、現在も航空機製作に使われており、ボーイング747、787の胴体部を生産している。放送音は、ロックファンにとっては、ザ・ビーチ・ボーイズメンバーのブライアン・ウィルソン、カール・ウィルソン、デニス・ウィルソンの出身地として知られている。 ウィルソン兄弟の少年時代の住居は1980年代後半、週刊高速道路105号線の建設のために、取りありがとうございます。